こんにちは。金持ちになるためにはどうすればいいんですかね。まあお金を持つと人は変わるってよく言いますけども、変わり方もいろいろあって、お金を持って人が変わらないとしたら、その人は何で変わるんでしょうね。お金を持ったら人が変わる。家や車を持ったら人は変わる。経験とか資格を持つとその人は変わる。まあ周りを取り囲む人が変わると人は変わる。結局お金に限らず、何かによって人は変わっていくと思うんですよ。逆に、 何をやっても変わらない人ってもう逆にいるんですかねっていうかねいたらもう終わってますよねやっぱりお金を手にしたら人が変わるいいんじゃないですかお金がたくさんあるからお父さんお母さんにちょっとねあのプレゼントしてあげようとか周りの人にちょっとおごってあげようとか人が変わるいいじゃないですかねお金を持ったら人が変わるお金を持ったらケチになるみたいなことがあるかもしれませんでもそんなケチな人でもお金は必ず使うんですよね ケチになるっていうのは言い方としてはねものすごくや揄いしてるような言い方になりますけどもお金を持っても使わないものと使うものにちゃんと分けることができるってことじゃないですかねじゃあケチじゃないっていうのは何かっていうともう大盤振る舞いしちゃうっていうことじゃないかなと思うんですよ何にでもポンポンお金使っちゃうどうやってそれ金持ちになるんですかってことですよねでケチだなーっていうのはどちらかというと奢ってもらえなかった人がお金を持ってる人に対して使う言葉かなと思うんですよ で、ケチと言われた方っていうのはいやでもお金を払うほどのものではないよねっていうのには当然払わないと思うんですよ。でそれがですね付き合いで何かをねお金を使うとか誰かにお金をあげちゃうみたいないろいろの財政状態だったらまさにすぐ破産しちゃうわけですよ。だからお金っていうのは誰かから渡された非常に大切なものだからだからよくよくうーミスらないようにちゃんと使わないといけないよねっていうふうに。 なってくるんではないかなと思うんですよねうん。まあいろいろと思うところありますけどもお金持ちになるとしたら少なくともお金持ちのやっていることを学び真似することが大事かなと思いますその中にはなんであの金持ちはこんなことやってるのかなって理解できないことがあると思うんですよそれはそうですよねだって1億円稼いだ人と1億円稼げてない人1億円稼ぐ方法なんて理解できてないしやってないから1億円稼げてないわけですよ だとしたら、納得できることだけをやっていったら、そしたら月収20万、もしくは手取り14万、お前が終わってんだよって言われますよね。だから、堀江さんがね、お前が終わってんだよって言われたところに反発するんだと思うんですよ。いやいや、でも、この状況でね、手取り14万って、ほら、みんなそうですよ、みたいなことを言いますけども。だから、みんなと同じようになる。それを肯定するんだったら、手取り14万だよ。みんなと同じじゃなくって、こんな時代なんだけども、どうやったら、 多くの人が選択している月収と違う月収が取れるかなっていうふうにだから一部の人を目指さないといけないんですよねでも変化できない人とかなんか結果を出せない人ってみんなこんなもんですよとかねみんなこうだもん常識だもんってなるわけですよ違うんですよやっぱり金持ちになるっていうのは特別な人になろうとしてるわけなんですよねだって他の人が得れないような所得を得ようとしてるわけですよ金持ちじゃんっていうのはねその金持ちも10億20億じゃなくてもいいんですよ 例えば年収5600万とかね年収1,000万のまあ取るに足りないと言ったら言い過ぎかもしれませんけども今の時代年収5600万や1,000万って言ったらまあまあ金持ちと言ってもいいぐらいのレベルだと思いますよ。まずそこ行きましょうよ。ねそれで不満なんだったら2,000万3,000万目指せばいいんですよ。うん、でもやっぱりそれだけの月収取ろうと思ったらハローワークとかね就職情報誌の中から選んだものではいかないと思うんですよ。 だから多くの人が選ぶ就職先の選択肢を外して別のところを見ないといけないですよねだからそれが最初の一歩から普通を否定して普通じゃない方向に進んでいくってことかと思うんですよまあもちろんねなだらかな坂道を上がるようにはいかないと思います急な山を登るようにもしかしたら四つん這いになりながら這っていくのかもしれませんでも金持ちになるためには自分の納得できない方法とか今まで選択しなかった道を歩むってことですから 進むべき道っていうのがね困難であればあるほどそれに近づいてるなと思うしかないのかなと思いますよね。ということでね手釣十万お前が終わってんだよということでございました。お疲れ様でございます。うん